イスメムはダニエル・ジェイ・バーンスタインが開発したメイリングリストを管理するためのソフトウェアパッケージ。GNU メイルマンやメジャードもに似たものだが、クメイル、メール転送エージェントでのみ動作する。パブリックドメインの下にリリースされている。最新のバージョンは0.53である。イスメム、アイドックスパッチはマイムの処理のような現代的な仕様を追加している。 イスメムは電子メールによるメーリングリストに共通して見られる機能を提供する。モデレーションのあるリスト登録と登録解除の自動化、ダイジェストの生成である。イスメムではクメールの使用をうまく利用して普通のユーザーでもスーパーユーザー権限なしにメーリングリストを作成主管理できるようにしている。多くのメーリングリスト管理ソフトウェアとは異なり、イスメムのユーザーインタフェースは コマンドラインを用いる。通常、メーリングリストを管理するユーザーが直接編集すべきファイルはない。例えば、新たにメーリングリストを作成するコマンドはであり、誰かをこのリストに登録したりリストから登録解除したりするコマンドはやである。個々のメーリングリストの挙動は、リストのディレクトリにあるファイルによって制御される。このディレクトリには、 リストに送られたメッセージすべてのアーカイブも置かれる。リストがモデレーション、ありかいなかは、リストのディレクトリにパブリックという名のファイルがあるか、どうかで決まる。さきの例で言うと、リスト、パブリックというファイルである。ファイルがあると、リストは、モデレーションなしになり、誰でも、電子メールメッセージを、メーリングリストの特別な電子メールボックスに送れば、登録したり、登録解除したりできるようになる。 ファイルがなければ、リストは、モデレーションありになり、リストの所有者だけが、イスメム、サブコマンドやイスメム、アンサブコマンドを使って、登録や登録解除をできるようになる。イスメムアイドックス拡張では他にもモデレーション、機構を提供する。標準のイスメムには、ウェブインターフェースがないが、イスメム、ウェブ拡張は、この機能を提供する。他のメイリングリスト管理ソフトウェアの多くが、 単なる、プレーンテキストファイルを使っているのに対し、イスメムはデータベース型のファイルを利用するため、極めて高速に動作する。イスメムは、セキュリティも高い。ABCD Mark F、コマリンスキーケリーコレット、レッドハットリナックスシステムアドミニストレーション、ハンドブック、プレンティスホール PTR、ピアニッシモ、172-173、ISBN0130253952 17、ISBN ありがとうございます。